皆さん、こんにちは。ニュースチャンネル、長谷川幸宏です。今日はですね、アメリカの機密文書流出問題。これをやりたいと思います。これね、今ね、もう世界にもう大衝撃を与えておりまして、まだ現在進行中。もうこの事件の全貌が全部明らかになったとはまだ到底言えないですね。まあ流出した文書が一体どのくらいあるのか、これさえも、まあはっきり言ってよくわからないくらいなんですよ。で、まあ実はワシントンポストがかなり頑張ってですね、ワシントンポストはもう自ら書いてますけど、まあ彼らは300ページ、入手したと言ってんですね。で、それを今精査してて、まあ順番に今報じていると。いう、そんな状況なんですね。その中身を。それからもちろんニューヨークタイムズも一部入手しているようですし、ロイター通信も入手しているようですね。で、あと、イギリスの新聞なんかは、このワシントン・ポストとかニューヨークタイムズが報じたところによれば、みたいなふうに、まあ、書いてるところが多い。例えばガーディアンとかね。まあガーディアンなんかもしかしたら入手してんじゃないかと思うんだけど、私がちらちら見てる限りでは、ワシントンポストの報道を宣伝しているようなところが多い。というわけで、実は削除されてるものもあるから、一体全部でどのぐらいのものが流れたのかよくわからないっていうことがあるし、それからね、これは後でこの問題ちょっと最後にもう一回これ触れますけども、実はね、入手したと言って、でも、アメリカのメディアがその中身を全部報じるかどうかもわからないんですよ。なんで？だってあまりに衝撃的なことが書いてあるから、そんなことが知られたら、これはアメリカの国益にもう大打撃というようなことがもしかしたら あって、で、そこはさすがに、アメリカの情報当局とメディアが、まあ、ある種の協定結んでですね、誘拐報道協定みたいなものを結んで、まあ、これについては触れないということがあるかもしれないな、というぐらいに、実は私は思ってるんです。その理由も後でお話ししますけど。だから、全貌はっきり言ってまだわからない。けども、今までの段階で、まあ、大体どんなことが明らかになってるのか、まあ、これを辿るだけでも相当、時間かかっちゃうんですけど、ちょっと駆け足でですね、パタ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 ってこうやっていきましょうか。まずね、ウクライナ問題ね。ウクライナ問題で何があるかっていうと、ウクライナのその防空能力、これが、まあ非常に弱体化していて、まあ5月までに、この防空体制、5月の、正確に言うと5月の23日までにもう完全に失われるというふうにもう指摘されてるんです。で、これは実は2月下旬時点の国防総省の評価ですから、まあ今は、まあこんな文書出ちゃったから、もちろん改善されてる可能性あるけど、一応まあそういうことがあった。それから、このウクライナ、まあもう間もなくと言われてるこの春の反転攻勢ですね。春の反転攻勢についても、実はね、これ、そう大戦果は得られないんじゃないのと。要するに、ちょっと領土をちょっと奪い返すぐらいなことはあるけれども、その程度に終わっちゃって、あとは、まあ、膠着状態に陥る可能性が高いと。まあ、こういうふうに見てると。だからこれロイターが報じてるんですけど、ロイターによればですね、この膠着状態は2023年を通じて、ということは、つまり今年ずっと。今年中はもうこの膠着状態が続くっていうふうに、まあ、見てると。いうことなんですね。まあこれが、まあウクライナの戦争なんですけども、あと他にはですね、例えば、これも重大な問題。ロシアに中国が武器供与を検討しているというこの問題ですね。これも文書で裏付けられて、実はどうやってアメリカが分かったかというと、ロシアの対外情報庁、SVR って言うんですけど、この SVR の通信を傍受してたんですね。そしたら中国が、
くれるっていうことが、まあ一応分かったんです。でも中国からは、これ内緒にしとけよと。秘密だぜ、これはと。まあ当然ですけどね。でも段階的に武器や供与してやるからと。こういうことを言っていたと。ということも出てきます。出てきました。でね、非常に興味深いのはね、まあ、この中国の武器供与問題っていうのは、ブリンケン国務長官が中国の大きい、政治局員に直接、口頭で、警告した。これもこのチャンネルでお話したと思いますけど、ということがあったんで、まあ、これで裏付けられたという形なんですけども、まあ、私は、ああ、面白いなと思ったのは、この日付なんですよ。ブリンケン国務長官が王毅さんに、政治局員に直接、お前、武器を考えてるだろう、知ってるぞ、俺は情報持ってるぞって言ったのは、2月の18日なんですね。2月の18日。ところが、今回、この流出した文書の日付は、2月の、23日です。ちょっと待ってね。23日。で、なんでそうなるかっていうと、この機密文書の、この文書は、実は ODNI っていう、国家情報長官室っていうのがあるんですけど、これが全部で、まあ、CIA とか、まあ、FBI とか、情報機関アメリカに18個もあるんですけど、この18個の情報機関を、の総元締めが、今言った ODNI、国家情報長官室なんですね。で、この国家情報長官室のペーパーが漏れたんですけど、ですから、この総元締めが、これを記述したペーパーの日付は23日なんだけど、それよりも5日も早く国務長官は王毅さんに警告してたんですよ。ということは何を意味してるかですけども、それはつまり ODNI がまとめる前に、現場の、まあ、CIA かどっかそれわからないんですけど、現場の情報機関が入ったものをもうもらってよ、うわーこれは大変だと言って、もう即王毅さんに警告したっていうことになるわけですね。だから、まあ、それくらい、まあ、アメリカは、これは大変だと、大慌てだったと、いうことが、この日付の違いでも、まあ、ちらっと伺えるなと。まあ、私は見て、まあ、これはアメリカのこの大慌てぶりが伺い切れると思って、まあ、非常に興味深いな、ということですね。それから、あとね、エジプトもロシアにミサイル供与を検討していたと。それはね、エジプトのエルシーシ大統領。これが側近に対して、ロケット4万発。これを大至急生産しろと。で、それをロシアに提供すると。ということを指示していたということも明らかになりましたね。それから、韓国に対する盗聴。まあ、これも、まあ、報じられてますから、ご存知の方多いと思いますけど、まあ、韓国は、榴弾砲をアメリカに提供するわけですね。したわけですね。ところが、その時に、韓国の政府部内で、いやいや、このアメリカにね、榴弾砲を提供したら、それは実はウクライナに行っちゃうんじゃないか。それはまずいんじゃないかっていう、ちょっと心配する議論が、韓国の政府内であった。それも全部盗聴していた。全部盗聴した。だから、そのこともバレちゃった。ですね。それからね、国連事務総長。アントニオ・グテレス、国連事務総長の電話も盗聴していて、まあ、グテレスは、ちょっとロシアに味方するような、ロシアの輸出能力を改善する、そういう努力も必要だみたいなね。そんなこともちらっと言ってたってことも、この報告書で出てきちゃった。それからさらにびっくりしたのはね、イスラエルです。イスラエルも盗聴してたんですよ。で、その盗聴の内容はこれまたびっくりなんだけど、イスラエルの情報機関モサドってありますよね。有名なモサド。このモサドがなんと今のネタニヤフ政権。ネタニヤフ政権が計画している司法改革、に対して抗議行動を起こせと。ということを、まあ、モサドが指示していた。部下に指示していた。ということなんですね。まあ、はっきり言ってこれは政権に対するクーデターを促してたみたいな話なんですよ。ということがね、これもね、バレちゃう。まあ、この、イスラエルは大当てでそんな話はもうね、もうない、嘘だなって言ってるけども、これはまあ本当なんでしょうね。いや、でもね、モサードっていうのは情報機関、まあ腕っこきの情報機関ですよ、世界で。これの上前跳ねるっていうか、モサードが
反政府活動を知ってたって話を、そこまでアメリカ知ってたっていうね、この話ね、このびっくりですよね。だから台湾についてはね、防空体制が甘いと。つまり、こんな体制じゃね、中国は移動式のミサイル発射装置持ってるから、ところが台湾の訓練は、あそこを攻撃しようっていう、もう一箇所ピンポイントで固定式のところばっかり対応するように訓練してるから、中国がミサイル発射拠点を移動してったらですね、これは追いつけないぞと。だから、これやばいということも書いていたと。それからまあ、あと細かいところでのスパイ気球問題ね、中国の。このスパイ気球も実はあれだけじゃなくてですね、まあ分かってるだけでも、まあ4つぐらいあったと。で、1万ワットの太陽光発電装置を備えていたとかね。それから、雲とか、膜を透過して、その下の物体まで全部分かるような、そういうレーダー装置も備えていたとかね。そういうことも分かってるとか。というようなことが、まあ、バラバラ出てくるわけです。で、まあ、いや、もう今日紹介できなかったこともあると思いますけども、まあ以上、ザザザッと見てきただけでも、もうとんでもないような機密文書がバラバラ出てきてるわけですよ。で、問題、もう皆さん、これなんでそんなね、21歳の空軍州兵がそんな機密情報にアクセスできたかっていうんですけども、これはね、大体アメリカのメディアっていうか、アメリカの専門家ではみんな意見一致してまして、いやいや、それは全くおかしなことでも何でもない。なぜならば、その盗聴装置のシステム自体がですね、盗聴とかいろんなスパイとかするための装置があまりに膨大で、それをメンテナンスして、上官、本当の分析する係にこういう情報がありますっていうことを整える。そういう、いわば下働きの技術者。これはもう絶対必要で、これが21歳の空軍将兵、この人技術者なんですけど、情報通信の。この専門家がそういう機密情報に触れるっていうのは全くもう例外的な話ではないと。これは普通の話なんだと。ということを言ってるわけですよ。で、あ、そうかと。まあ確かにメンテナンスはそれは必要なんでしょうね。だからそのメンテナンスするためにファイルの中身にもアクセスできちゃうと。まあこういうことだったと。ということなんです。で、ちょっとね、興味深いなと思ったのはね、この人は当然、そういう機密に接近するセキュリティクリアランスの資格を保持してるわけですけども、このセキュリティクリアランスってのはね、実は一回取ればいいってもんじゃなくて、アメリカはね、基本的にこれはもうスナップショットだっていうふうに見てるんだそうです。つまり、その調査したその瞬間は、こいつは安全、大丈夫。ということになっても、その翌日はどうなるかわかんない。ましてや、何ヶ月何年って経ってったら、その間に思想心情、その他あるいは交友関係とか、どう変わっちゃうかもわからない。ということで、実は、まあ、少なくとも、まあ、5年に1回ぐらいは、これを更新して、セキュリティクリアランスの検査を、もちろん嘘発見器なんかも使ってですね、まあやっていくっていう。まあそういう仕組みになっているんだと。だからスナップショットで撮ったからといって、21歳の空軍州兵がですね、まあじゃあ翌日も明後日もね、いえ半年後も、まあ、安全かって言ったらそんなことは言えないっていうのが、まあプロたちの見方なんですね。で、さて、じゃあ、その空軍州兵は、一回セキュリティクリアランスをクリアして、資格、トップシークレットにアクセスする資格持ってるにもかかわらず、なんで今回流出させちゃったか。ここはね、まあ、これから今後の捜査と、それからまあ、裁判で明らかになってくると思いますけども、それ見なきゃわかりませんが、まあ、大体、まあ、アメリカのメディアで今言われてるのは、おそらくですね。おそらく、これは、この仲間たち、この、彼は、その、チャットルームの中の、まあ、10代の子供たちが多かったらしいんですけども、まあ、要するに、軍とか銃とか戦争とか、そういうことに関心の高い、10代の仲間たちの間に、俺はこんな秘密も知ってんだぞ、すごいだろう、というふうに、自分を、まあ、大物に見せたかった。いわば、そのエゴ。このエゴを満たすために、それをやっていたんじゃないのっていう見方が、まあ、多いですね。多いです。まあ、それもそうなのかなと思いますけども、これはまだ今後の捜査で明らかになってくる事実を見ないと、まあ、よくわかりません。ただ、この、
この周辺にたどり着いたのは実はワシントンポストの報道がきっかけだったんですね。ワシントンポストはそのチャット仲間たちに初め接近して、その10代の子供たちに直接インタビューしてるんですよ。で、これをやったのは誰だ？その時は、名前は明らかにせず、OG っていう、オールドギャングの略だったかな。OG っていうあだ名で呼んでいた。で、あいつは別にそんなね、国を裏切るなんてつもりじゃないよと。っていうことをみんな、まあ、その仲間たちが喋っていて、で、ワシントンポストも、理解も、まあ、おそらく、自分が大物、まあ、そのグループの中で、21歳で最年長だったらしいんですね。だから、まあ、最年長たる自分が、まあ、より大きな存在に見せるために、まあ、そういうエゴが働いたんじゃないかっていうのが、まあ、一般によく言われていることなんです。で、まあ、この反応、事件の反応、これはもちろん政府はもちろん大騒ぎだし、与野党を通じても、実はね、これは大変だと。こんなことがあったら、これアメリカの攻撃も重大な問題だと。まあ、ダメージ計り知れない。まあ、こういう反響は多いんです。多いんです。けども、はあ、なるほどな、と思ってね。私がね、今日お話したいのは、実は例外の反応を見せた人がね、二人いるんです。二人。一人は、FOX ニュースのアンカーマン。これ有名なタッカー・カールソンっていう人です。このタッカー・カールソン、この人は、まあ、保守派、FOX ニュースのメディアの中でも、まあ、とりわけ保守派で、トランプ支持者でもあり、この人がね、この番組でやった、ここの今下に見出しが出てると思いますけど、We are being lied to about the Ukrainian war. 要するに我々はウクライナ戦争について嘘を言われていたと。ということを、このタッカー・カールソンがこの番組で喋ってるんですね。要するに、アメリカ政府は俺たちを欺いてた。と言ってんですよ。で、アメリカ政府だけじゃありません。実は、ほとんどのニュースメディアも俺たち、アメリカ国民を欺いてたんだよ。どういうことか。まず一つ目。それはね、ウクライナの戦争は、要するにロシアの侵略だろうと。で、これはアメリカとロシアの代理戦争じゃないなんてことをずっと言ってきたと。ロシアがウクライナ国家を主権したから、俺たちは、そのウクライナを支援してんだっていうことを言ってるけど、いや、これは違うと。本質はアメリカとロシアの戦争だったんじゃないか。ということなんですね。それを言ってる。これはね、タカ・カルソンは私はやや言い過ぎかなとは思います。アメリカとロシアの直接戦争、そこまでは言えないんじゃないのと私は思うんですが、しかしタカ・カールソンの言い分にも一部の理はあるんですよ。それは実はもう一人の人が指摘してんですね。このバイデン政権を批判したい共和党の右派中の右派というか、まあちょっと風変わりだって言ってもいいぐらいなんですけど、これアメリカ人もみんな知ってる有名な人なんですけど、マージョリー・テイラー・グリーンって人です。このマージョリー・テイラー・グリーンっていう、これ共和党の下院議員ですけども、彼女が言ってんのは、これね、どういうこと？アメリカはもうね、戦争、この戦争に直接関わってんじゃないかっていうことを、まあ、ツイッターで、実は、まあ、喋っているわけですね。それはね、どうしてかっていうと、この文書の中に出てくるんですけども、実は、アメリカが特殊部隊を送ってたんですよ。これはね、実はアメリカだけじゃありません。これ BBC も報じてますけども、BBC によればですね、これ全部みんな出てくるんですけど、イギリスの特殊部隊は50人。ラトビアにも特殊部隊あるんだね。これは17人。からフランス15人。アメリカ14人。からオランダ一人の特殊部隊をウクライナに派遣してるっていうことが、この機密文書で明らかになってますよ。で、このマージョリー・テイラー・グリーンやタカ・カルソンが、反応したのもまさにここのポイントで、おいおいと、ね、
実はアメリカ、特殊部隊、わずか14人とはいえ送ってんじゃないかと。だからこれは直接戦争に加担しても一緒じゃないか。しかもそれは議会の許可も得てないじゃないか。だから、これは、憲法違反だろうと。アメリカは、バイデン政権は俺たちに嘘ついてたんだ。というふうに、まあ言ってるわけ。で、さっきの話に戻れば、だから、これは、アメリカとロシアの戦争なんだよ、ということを言ってんだけど、まあ、わずか14人ですからね。まあ、14人って言えば、わずかと言えばわずかだけど、14人もいると言えばいるんだけど、まあ、だからといって、これはロシアとウクライナの、じゃない、ロシアとアメリカの直接戦争かって言ったら、それはね、やや言い過ぎ、とは思いますよ。でも、まあ、一応、ということも言っている。まあ、この14人の、特殊部隊がいるってことが明らかになってっていうだけでも、まあそうかと思うのと、もう一点、それから、むしろこっちのが重要なポイントですけど、タカ・カールソンが言ってるのは、おいおい、アメリカはさ、戦争の、この戦争に勝ってるって言ってた、言ってたじゃないかと。勝ってるって言ってたじゃないか。例えば、国防長官、ロイド・オースティン。ロイド・オースティン国務長官は議会で証言してるじゃないかと。ロシア軍はもうね、もうだんだんもう弱ってきてんだと。だからすなわち、これはウクライナが勝ってるっていうふうに言ってんじゃないかと。でも実際はどうだと。実はこれさっき冒頭に言いましたように、2023年中までは戦闘が続くって言ってんだから、実は勝ってないんじゃないかと。ウクライナ勝ってないじゃないか。これは嘘ついてると。ということを言って。で、しかも、このタカ・カールソンが言うのはですね、そこに、ワシントン・ポストも、ニューヨーク・タイムズも、CNN も、それから MSNBC もだ。特に MSNBC は、このタカ・カールソンが自ら、ビデオクリップも紹介してるんですけど、見ろ、この MSNBC の放送の中で出てきてる人は、こうやって、俺たちは勝ってるって言ってんじゃないか。ところが実態は、この戦争が明らかにしたのは、そんな勝ってないって、むしろ負けてんじゃないか。負けてんじゃないか。っていうことを言ってるわけですね。だから、それでさっきの冒頭に戻るんですけども、このタカ・カールソンの番組は、ではですね、この周辺、弱点者らは実は、アメリカ政府が隠していることを、本当のことを機密文書の流出という形で暴露したんだ。本当のことを言っちゃったんだと。これがワシントンなんだ。で、嘘ついてるのは、バイデン政権じゃないか。っていうふうに、まあ、追及しているわけですよ。まあ、今のところ、私の目についた意見では、まあ、こういうことを言ってるのは、この、カールソンと、マジョリー・テイラー・グリーン、この二人だけで、まあ、他の、人たちは、共和党議員も含めて、まあ、これは大変な話だと、ということになってますけど、さて、それでですね、国防総省ももちろん大慌て、大慌てで、本来こんなことがね、メディアにさらされてはならないことなんだよと。俺たちはだって、もちろん、例えばさっきの、イスラエルのモサドを盗聴してたとか、そんなことは私たちはもうメディアの前で決して語りませんと。でもそんなことが全部出ちゃったと。だからこれはあってはならないことだと。というふうに記者会見でもまだ大当てで、まあ、否定しているわけですけども、さて、そうだとすると、さっきの私の冒頭の、疑念に戻るわけですけど、さてこれはね、ニューヨークタイムズやワシントンポストや、まあ今とりわけワシントンポストなんですけども、頑張ってるのは。これはね、この後この300ページの中に、なんかもっととんでもないことが出てきているとするとですよ。それを全部果たして報じるのかな？報じるのかな？タッカー・カールソン流に言えば、タッカー・カールソンは、ほら見ろ。本当はアメリカはこんな状態だったんだ。特殊部隊だって送ってたんだ。これを嘘ついてたんじゃない、ないかと。まあこういう立場から見れば、本当はもっと重大な秘密があるんじゃない？ということになりますよね。私はむしろね、そっちの方が関心があるんだな。ああ、これからね、果たして何が出てくるか。まあ非常に興味深い。ということがまあ一つと、
それからね、もう一つ、まあ、これも言っておかなきゃいけないのは、まあ、これで、またやっぱりアメリカの本音が出たなと。つまり、アメリカはね、同盟国なんて言ってても、スパイしてるってことですよ。それは、はっきり言うと、いざという時に備えてる。っていうか、むしろ、私はこっちが実は本当はアメリカの本音なんだと。本当はアメリカは同盟なんていうものは、心の底から信じきっているわけじゃない。わけじゃない。だから、一体他国が何やってるかは、いつだってみんな監視している。こっちが本音。で、その上で、その上で、あ、日本とかもね、ヨーロッパは、自由と民主主義、法の支配、人権守るという国だよね。おまけに市場経済だよね。だったら、我々と友人だよね。だからまあ同盟結ぶか。ということになるんだけど、土台は、とてもじゃないけど、まあね、信じるなんてことはなく、自分の攻撃が一番ベースなんだと。ということが、このことでも明らかになった。まあこれは前回も、マクロンの裏切りのところでちょっとお話したと思いますけど、マクロンの裏切り問題と、この問題の本質はそこにあるというふうに、まあ見ますね。それから、かつですね。まあ、これについても最後ちょこっと言っておかなきゃいけないのは、実は、このセキュリティクリアンス制度って、日本でも、検討が始まりました。高市大臣が一生懸命やってます。内閣官房が中心になって、もう4回、有識者会議開き、まあ、1年をめどに、まあ、ですから来年の今頃をめどには、まあ、法律案作ってですね、まあ多分来年の通常国会にはもう載せたいっていうことなんだろうと思いますけど、このセキュリティクリアンス制度、これやるべきですよ、もちろん。で、となるとですね、これは、まあどういうことが起きると予想されるか。これ最後にちょこっと言っておきますけどね。これはね、左翼はね、また反対するんじゃないかなと、実は思ってます。どうしてか。国家利益を、国家の機密を守るっていうことは賛成な、せざるを得ない。彼らだって賛成せざるを得ないと思うけども、実はこのセキュリティクリアランス制度が適用されるのはですね、公務員だけじゃありません。民間人にもです。むしろ民間企業の方がこれ早く作ってくれっていう要望が多いくらいなんです。なぜか。だって民間企業はこのセキュリティクリアランス制度がないがために、例えばアメリカの防衛産業から受注を受けることができないっていうことがあるからですよ。つまり、防衛産業に食い込もうとしたら、外国の防衛産業に食い込もうとしたら、このセキュリティクリアランスを取ってないと、とてもじゃないけど、お前なんか市民主張できないよっていう話になっちゃうので、実は民間の側から、このセキュリティクリアランスを早くやってくれっていう要望も強いんですね。で、さて、となると、その民間企業のこの担当者は、当然、身辺調査、徹底的にやられることになります。資産状況、酒、女、金、これはもちろんだし、友人、夫婦関係もちろん、親戚、ね。それから子供、もちろんです。渡航歴、過去の、もう、要するに、過去に遡ったその人の思想調査。もちろんです。もちろんです。ずっとやる。しかも、嘘発見機もかける。アメリカは嘘発見機かけるんだから。しかも、これはワンショット。その時のスナップショットに過ぎなくて、これを定期的に、ランダムに更新していく、というふうになっていくでしょう。まあ、今回こんな事件起きたから、これ日本でも導入するってなったら絶対そうなりますよ。となったらですね、もうね、もう最後はもうすぐ言うと思いますよ。プライバシーの侵害だ、人権侵害だ、どうしてくれんだ、みたいな。もう今から予想つきますね。そんな思想調査までやるのか、なんて言うと思う。でもね、そんなのが嫌だって言うんだったら、そもそも、そんな、ね、企業や、あるいは担当者は、そんな仕事に関わらなければいいだけの話なんです。まあ、その議論も実はもう出ております。でね、面白いのは、このセキュリティクリアランスの検査に、不合格になる人も出てくるでしょう。そりゃ出てきますよ。受ければみんな合格なんてそんな話はないと思いますよ。で、不合格になった理由は開示されないでしょ。開示されないでしょ。そうすると、その人はもうその仕事できないっていうことになるで。そうなるとどうなんだ。
という問題も、ちょっとこの有識者会議でも議論が起きまして、まあ、その時は、配置転換すればいいじゃないか。で、というような、議論も出ているけれども、果たしてその程度のことで、まあ、労働組合の方とか、あるいは左翼の方たちは、果たして納得するでしょうかね。人権侵害やっといて、おまけに不合格の烙印を増やして、お前は配置転換だなんつって。まあ、非常にその人の人生、もうはちゃめちゃにしちゃうような話じゃないか。もうとんでもないって言って、まあ、そんな反対がね、まあ、今年の秋ぐらいからだんだん出てくるんじゃないかな、と、まあ、私は思ってますけど、そんなこと言ってる場合じゃありません。もう、申し訳ないけど、そういうリスクがあるって言うんだったら、まあ、受けないでもらって結構だと。そういう話ではないでしょうか。これは日本がいかにも何週も何十週も欧米に遅れているか。まあこれから、実は、あれですよ、オーカスでありますね。アメリカとイギリスとオーストラリア。このオーカスに日本が参加しようとかね。あるいはファイブアイズ、まあアングロサクソン5カ国のこのスパイ同盟ですね。このスパイ同盟に日本も参加したらどう？まあ、イギリスは、ウェルカムっていう態度をちょっと、まあ、言ってくれたりしてるんですけども、まあ、そういう話があった時に、当然ですよ、これ。セキュリティクリアンスがない日本が、そんなオーカスやら、ファイブアイズに食われるわけがないじゃないですか。でも、これが、やっぱり対中包囲網ということで、まあ、これから10年、20年、30年、の世界を考えると、これはもう決定的に重要ですね。で、いうわけでありますから、まあ今回この問題が提起した話はですね、まあ非常にね、奥深い。奥深い。これメディアにとっても結構奥深くて、そう、タッカー・カールソン最後の話に戻れば、タッカー・カールソンはね、非常にね、ふーんと思うことも言ってましたね。それはね、何言ってるかというと、さっきの番組で。ワシントン・ポストは報道してるな、もう今独走状態に近いぐらい。もうだって彼ら300ページ持ってるから。ワシントンポストは果たしてセキュリティクリアランスを持ってんのか？報じてる権利があるのか？俺はね、そういう立論もできんのかと。まあ、もちろん、アメリカには修正憲法第2条だったっけ？1条だったか、修正1条か。報道の自由がありますから、メディアは政府が隠してることも報道すると。いうことはあるんだけども、ワシントンポストはこれを報道できるのかみたいな。っていう問題もね、ちらっとね、この番組の中でね、提起してるんですよ。まあ私は報道すべきだと思いますよ。でも、そういうふうに言われてみれば、あ、なるほど。だからこれはもしかしたら、本当にアメリカの国益を損なうとなったら、これはもしかしたら握りつぶすっていうことだってあるかもしらんなと。いうふうに、まあちょっと思いました。まあこのあたりについても、果たしてこれからどういう展開になるか、まあちょっと興味深く見ております。というわけで、まあ今日は機密流出問題についてお話しさせていただきました。はい、失礼します。ありがとうございました。いやー、タッカー・カールソン、愛国者だな。すごいよね。いやね、これはびっくりしちゃった、私も。番組の中でね、喋ってんだよね。ワシントンポストはね、この資格あんのか？もちろん、もう取ろうと思ったら取れるだろ？彼らだって政府と二人三脚だから。みたいな、皮肉バジリみたいなさ、セリフまでさ、喋ってるわけ。ニューヨークタイムズとかワシントンポストが、まあ、だって政府と二人三脚だから、こいつらは、とか言って。俺たちは違うぜ。俺たちは違うぜ。やっぱ、アメリカ、メディアでちゃんと競争がありますね。いいですね、これね。そうそう、すごい、すごい。で、だから、タカカルソンはタカカルソンなりに一貫してて、メディアの仕事はもちろん、真実を報じることだ。ね。で、彼の立場だ、ジャック・テイシェラは真実を国民に伝えたんだ。でも、真実を伝えてしまうと、この国では罪になってしまうんだ。これが今、ワシントンで起きていることなんだ。で、代わりに、国防長官は、じゃあ、アメリカ国民に真実を語っているか、いなかっただろう。嘘ついてるのはあっちだ。真実を報じてくれ、伝えてくれたのは弱点者じゃないか。面白いよね。すごいね、これ。これをね、まあ、テレビでやる、テレビ番組でさ、やるんだから。アメリカはすごいよね。日本できるかね、こんな話。もう。日本の地上波じゃ絶対無理でしょ、こんな話。
もう、出禁になりますね。出禁もいいとこだよね、本当に。すごいわ。ああ、もうだから私は別にどっち応援してるわけじゃないんだけどさ、まあ、タカ・カールソンの番組を見て、ああ、面白いわ、と思って。そうですね。皆さんもどうぞご覧になってください。これもちょっと混ぜておいてください。あ、2回目、例の若い人が捕まったって話で、ワシントンポストがのゲーマーの人たちに近づいてったってあるじゃないですか。ああ、そうそう。あれ、日本のマスコミってあんまりゲームの世界バカにしてるんで。そうだね。そうだね。これね、ディスコードっていうプラットフォームの中のゲームの有名なグループなんだよね。で、それに接近して、それワシントンポストが、まあ、例えば子供だからさ、母親の、親の了解も得た上、カメラ回して、全部録音して、録画してるわけ。それがワシントンポストのサイトに載ってくんだけど、もちろん顔隠して。で、そこで全部ありのまま全部ベラ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 喋らさせて、それで OG がこれの、黒幕だと、まあ、報じたわけよ。そしたら、その直後に、その日だ、その日にニューヨークタイムズが実名、これは弱点者だったって言って、なんと母親の家まで行って、母親にインタビューしてるわけ。で、誰かそこに男がいるってのがいて、あれは弱点、お前の息子か弱点者かって言って聞くんだけど、そこまで報じてるわけ。それで FBI がびっくりして、まさにそれから数時間後です。数時間後に FBI が、もう重武装した、もう戦術チームが派遣して、それで弱点者を逮捕するっていうね。私はもうその日、これ全部一日で起きたことだから。もうニューヨーク、CNN のリアルタイムの方でさ、ワシントンポストから、もうずっとそういう見っぱなし。18歳で20歳なんで、みんなゲームやってる子たちばっかりなんですよ。で、まさかそれが機密流出時間、このアフリカではすごいやばいと。そうそう。そうそう。なんか、そういうことなんです。ワシントンポップよくそこまで柔軟に取材したなって。そう、よくね、割り出したよね。でもそれをね、また追っかけて、じゃ実名やって母親にインタビューしてみせたニューヨークタイムズもすごいんだよ。すごい。CNN は全く追いつけなかったから。全く追いつけなかった。これもこの部分を撮ってる？撮ってます。これ消しちゃった？撮ってる？本当これもじゃあ入れといてよ。これね、ほんとすごいなと思ってさ。で、しかもね、まあ私なんかさ、まあそういうの見てるとも心を取っちゃうからさ、逮捕の瞬間ずっと見てるじゃない？FBI の中のタクティカルチームっていうタクティクスチームっていうのかな？要するに武装した戦術チームが、何があるか銃撃戦になるか分かんないからさ、それで銃武装して捕まえていくわけよ。で捕まえて、逮捕して、車に乗せると、そっから捜査官が出てくんだけど、要するに尋問する。捜査官に女性もいるんだよね。もうこれもね、もう本当のテレビの FBI で見るのと全く一緒で、男性の捜査官と金髪の女性捜査官の二人組が、その戦術チームから、テイシャラを受け取って車に乗せる。そのシーンまで全部出てきて、これはもう、テレビドラマの FBI と全く一緒だわと。X ファイルってありましたね。あったね。オルダー捜査官とかスカリとか言いましたけど。そうそうそう。今度も同じ。全く同じ。というわけです。この部分入れさせていただきます。よろしくお願いします。はいはい、入れて。はいはい。じゃあね、はい。どうもお疲れさんでした。